フランスクルノーブル近郊の町ビジール。この町のビジール城は、フランス革命の発端となった地方三部会が招集された場所で、今ではフランス革命博物館として名高い評価を得ています。広大な庭園は敷地の隅々まで驚くほどとてもきれいに整備され、感動的な美しさを作り出しています。言葉にならないほど美しい庭園。休日には観光客はもちろん、地元の市民が家族総出でピクニックに訪れます。ボンジュー、ボンジュー。ジャポン。ジャポン。メルシー。エクゼミ。ベリーナイス。ビューティフル。バイバコース。メルシー。さらに驚くことに、この庭園、博物館、すべて無料です。維持管理の費用はどこから出ているのでしょうか。フランスの人々との価値観の差を考えさせられます。